どっちの手？右左、うん、もう今のはもう9-1で右、10-0ぐらい。最近さ、超コントロールショットとか、ああ左手にボディ化して距離落とさないようにとかって言うじゃん。行ったりなんかそのボディターンがどうなって取ってるからさ、もう本当はどっちで打ってるのかなと思って。もうね、平井博明のワンナップゴルフ、もう言っちゃえば本当に右、右、うん、そう、あれはコントロールショットは俺ほとんどやらないからコースではね。でもコントロールショットをやるんだったら左を使うだけで、それってじゃあコースで36-36パターとショットで36発の中にそれ何発入れるのっつったら多くて2球じゃない？あ、そう、うん、だって俺それぐらい再現性が高いもん。あ、再現性がね、右で打ってるから。このまんまだから再現性が高いわけ。だから再現性の高い安定感を出そうとかそんなことやらなくても、右手でこうやってやったらそれがもう実現できてるから。そうなんだ、再現できるんだ。できる。だから再現性を高くしようとかあんまりそういうふうに思って練習もしない。そう、だからなんだろうな、もちろん再現性が高いっていう意識はするけど、それのために何かをするかってこともないし、自分の利き手が右手なんだから右手の再現性が高いわけよ。押すのも打つのも、うん、だから 10-0 とは言わず9対1で右で打ってる、ほとんどのショットはね、コースでも。あれ、それは左手リードの方がやっぱり難しいから、うん、失敗する確率とか高くなるから、うん、再現できなくなっちゃうこともある。あと、本当にコントロールショットって俺結構矛盾で、頭の中でコントロールしなきゃまっすぐいかないのって、ノーマルショットはそんなばらけるのって。俺ノーマルショットとコントロールショットあんま変わらないよ。だけどそのなんだろう、言っちゃえばそのコントロールショットで左腕で体の回転でどうちゃらって左脇締めてとかやってるけど、あれってピンポジションに対して打ってるようなもんだから、ほとんど左ピンだったら絶対やらないから。あ、そうなんだ、うん、右ピンのある状況に対してだけやるだけで、その状況が何回残るのって言ったら1回ぐらいだからね。そうなんだ、うん、その状況になんない限り、平井の場合だよ、カッコつけて左手リードで体回転してなんて打たない、再現性が悪くて。右手で打った方が再現全然高い、全然高い。今もちょっと練習してて試しに左手リード打ったけど、あんまりうまくいかないもんね。でもう自信満々に右で打ったらやっぱ自信満々の球が出るもん、生きった球が。うん、でもさ、優しい方が再現性高いじゃない。簡単なのかね。そう、でも優しいクラブ使いたがんないでしょ。 X 使う。そうでしょ、男は X だから。そうだよね、うん、でクラブのスイングに対してもさ、簡単なことの方が再現性は高いのにさ、いろいろやりたいじゃない。やりたい。登録7-8個平気で入れるもんね。入れる。そうそうそう、だからあれと思っちゃう。あ、そうそう、なんかやそういうの入れないとさ、うん、やったかんないから。そうだね。そう、なるほどね。俺ちなみにね、やった感はね、数字、スコア、あ、うん、もうね、ショット一発の動き方だったり筋肉だったりそういうのは全然いらない、いらない。やった感もうスコアで、例えばパターとか最後のパット決める時でこれで決まればいくつだっていう、そっちのやった感が欲しい、決め切ったっていう。あとはあれかな、ワンショットワンショットの、なんていうの、ナイスショットが出た時の気持ちよさが、うん、やった感でいいよね。いい。ね。そう。体がどういう風に使って、ここ力入ってるみたいなやった感じゃなくて。うん。トール君、真剣に一発打っていい。玉ぐっぱいだけどやった感あるから今。めっちゃくちゃやった感あるから。ある。ある。だってあんだけ体回転して、うん、あんだけこうやってやって、うん、もうこうやってやって、うん、もうやったか満載よ。しかもそれであれ、今の芯に当たってる。芯に当たってる。あ、じゃあ打った感触としてはやった感ある。ぶっちゃるんだ。うん、インドアだったら本当にやった感だから。なのにグッバイ。グッバイでしょ。そう、それが嫌だからスイングにやった感はいらないの。芯に当たって気持ちよく打ってんのにグッバイになっちゃう時あるんだ。そう。こっちの方が全然やった感ある。スイングはやった感ないけど、ね、球質はあっちの方が全然やった感ある。そうだね、うん、ちゃんと飛ぶの。そう。全然やった感違いがある。やった感違い。そう、だから使い切ったのがやった感じゃないんだよね。それでやった感がある人もいる、いる。全然それはいい、俺が決めることじゃないから、うん、それはいいんだけど、人によってやった感覚が違うっていうね。いや、まあまあまあね。そうか。でも最終的にスコアになってくると俺は思うんだよね。
だから自分にとって簡単な動きは本当は何ですかってことなの。世の中右はダメ左がいいとかってそういうの全部なしにして端っこで片隅で自分にこう自問自答してほしいわけよ、うん、本当はどっちってこうやって打つのとこうやって打つの単純にどっちって俺意見変わると思うよちょっと。一発勝負じゃないじゃん、18ホールの何十発っていう勝負の世界じゃない。それで再現性とか安定感とか優しさって言うんだったらやっぱり全部ショット同じ動きできた方がいいパーツを使った方がいいじゃん。だからそうなってくると平井の場合はもう左じゃないってなる、もう間違いなく右になるし。多分ね、うん、俺こう思うの、うん、左手リードとかボディーターンが難しいと思ってないんじゃないかなと思って、うん、そもそもなんて言うんだろう、スタートの時点で、うん、そういうものだって思い込んで入ってたら、うん、疑わないかなと。確かにそれはそうかもしれないね。まあでもね、うん、そういう風に悩んでんだったら、うん、こういう動画は見ない。そうだね、右なの左なのとか、うん、手打ちなのボディターンなのっていう動画は見ないよ。悩んでないんだから、うん、見るってことはそのタイトルを見る気なくてタイトルだけ見た時に不安になるってことじゃない、うん、あれ、うん、どっちだっけみたいな、どっちの方がいいのかなみたいな、うん、俺左だけど左って違うのみたいになっちゃうってことでしょ、うん、でも自信満々の人ってさ、うん、そんなの左に決まってんじゃんって言えるじゃん。そうだね、うん、ちょっと不安になるんだよやっぱり。それか、うん、それで打ってて、うん、うまくいってない。そうそう、どっちかだよね。そうやって思い込んでるけど、うん、結果は、うん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 、OK 分かった。俺例えば体を使ってとかどこのパーツをどう使ってってやらないでしょ、うん、動画で、うん、それなんでだか分かる。これね、動画を撮り始めて、なんでそういう難しい動きをやってうまくいかない人がいるのかなって真剣に考えた答えが出たのね。俺理論はさ、プロから生まれてるっていうでしょ。でさ、じゃあ俺とトールくんが今日から、俺も試合から退いてるからさ、トールくんと状況は一緒じゃない。試合にも出てない。したら俺とトールくんが、用意ドンで今日から真剣にゴルフやりますって言って、スタートライン一緒でやること一緒なのって話だ。プロから生まれた理論を、じゃあアマチュアの方に、スタートラインがもうそもそもプロだから違うのに、アマチュアの人がね、同じ理論をやって、用意ドンしたら、伸びないに決まってるじゃん。決まってる、それは。うん。だから伸び悩む人がいるんだなって思ったの。プロから生まれてることなのにアマチュアがやるから。だからできないのが普通であって、だから難しいんだったら試して、で、できないんだったらやめた方がいい。一個すごい質問、これちょっと多分答えてくれないと思うんだけど。うん。YouTube だから言えない。と思うんだけど、うん、じゃあなんでそんな動画ばっかりあるの？言えないね。ほら答えられないけど、うん、その答え知った方がいいってことだよね。知った方がいい。だって予想で言えないとか予想みんなできると思うんだけど、うん、これは客様に伝えてるからそういうことになる。もうトール君もうすうす気づいてるだろうけども、そういうレッスンが多い。あれでもそうするとさ、うん、もう一個疑問が生まれてきて、うん、スタッフがナイスショットを打ちたいです、うん、まあ、なんて言ってるのか分かんないけど、うん、ってきて、その難しい理論が必要だと判断して、うん、その難しい理論ができないとナイスショットが打てないと判断して教えてるっていうことですね。そう、だからナイスショット出させるまでに超時間かかるから。出るんですよ、最後の。それはやった。やっぱりそれはね、数打ちゃね。たまに出る。そう。それはさ、うん、運じゃん。運。運なんですけど、あとね、同じ動きをそんだけやらされてたら、最後の方は少なからず当たるようにはなる。あ、そうなんだ。うん。ただ、自分でショットのコントロール、球筋のコントロールはできないんだよね。動く方に集中してるから。だからナイスショット本当出させるまでに超時間かかる。ナイスショットを出すのにドリルやるから。ドリルはナイスショット出すためにやらないんだ。やらない、やらない。3球あればいいから。まあ、3球っていうのはスイングできた人にだけども、でも理論はいらないんだから、ナイスショットに。そうだから、その人がクラブがどうボールに当たって飛んでく理屈が伝えれば当たるから。ドリルって何のためだ。ドリルってそんだけドリルとしてずっとやらなきゃいけない動きが入る場合にドリルをやるから。いや、もう固めないと固まらないものだよね。もうほとんどやんなくていいの、
いや、例えば、自分のスイングを固めるにはやった方がいい。あ、だけど、ナインショット、そこで、すぐそこで出すためには、やる必要がある。だから、じゃあ、トール君、俺のレッスン来て、じゃあ、トール君、すぐナインショット打たせてよって言われて、じゃあ、分かったっつって、俺がトール君にナインショット打たせるでしょ。それを、じゃあ、仕上げたいんだったら、このドリルやってってなるっていう。あ、ずっとそれが出る、ね。そう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 。はいはいはい、そう。だから、ドリルももちろん必要なんだけど、そんな複雑なドリルはやらない。単純な動きができるようになるドリルだから。そうそう、俺も右だね。もう絶対右だね。多分本当ゴルフ始めてからずっと右かもしれない、やっぱり。うん、右だ。右でいいです、本当に。で、左がいいっていう人は左でいいんです。俺は右っていうだけで。でも右だと思うんだよな。右利きだったらね。そうだね。楽だと思う。本当に何別世界のゴルフをしたいんだったら、それはいろいろ体使ったりとかしていいと思うけど、プロ並みよね、やっぱり。もう、本当コンペとか、仲間内で、本当普通に90代、80代、よくて70代で回るだけだったら、もう、右で十分だよね。全然。よっぽどのショットを打とうとしない限りは、いらないからね。だから、改めて右っていう動画になったね。なった。うん。もう、それだけ言いたかった。では今回はですね、トロ君にやっぱりどっちで打ってるのと、右なの左なのっていう質問からですね、この動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。